どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回はトマトの肥料不足の状態についてご説明したいと思います。今私はビニールハウスの中でこのようにトマトを栽培しています。こちらは中玉トマトの品種です。ただですね、他のミニトマトや大玉トマトも大体同じように対処することができます。今こちらのトマトは袋栽培を行っています。袋の中に培養土が入っていまして、そこでトマトを栽培しています。それからそれぞれの栽培袋にはドリップボタンというものが取り付けられていまして、自動で水やりが行われるようになっています。こちらのトマトは植え付けてから1ヶ月半ほどですね、肥料を全くあげませんでした。なぜかというと、新型コロナウイルスの影響で私がこちらのハウスに来れなかったからです。そのせいでですね、非常に肥料不足の状態に陥っています。トマトに限らずですね、いろんな野菜は途中で追肥をやらないと肥料切れになることがあります。肥料切れになりますと収穫量が落ちたり味が落ちたり、そもそも収穫ができないということにもなり得ます。なので十分注意してください。今回はですね、こちらの肥料切れしたトマトを使って、肥料切れとはどういうことなのかというのをですね、別のトマトと比較しながらご説明をしたいと思います。それからこちらのトマトを使ってですね、この肥料切れの状態からどのように回復させていったらいいのか、その点もですね、説明したいと思います。ではまずはですね、こちらの肥料切れのトマトの状態をお見せする前に、畑で育てている肥料切れではないトマトの映像をお見せします。はい、私は今ですね、トマトを育てている畑に来ました。こちらの畑で育てているトマトはそんなに肥料切れを起こしていないので、ハウスのトマトと生育をですね、比べたいと思います。ではまずはちょっと状態を見てみましょう。はい、トマトの葉っぱこんな感じです。サイズが結構大きいですよね。それからこう緑の色が青々としているというか、非常に濃い緑色をしています。それからこう葉っぱがね、反り返るみたいなこともないですね。こう非常にこう平らに綺麗に広がっています。で、なんて言うんだろう、あと葉っぱもこう分厚いような気がしますね。はい、あとこのね、針葉の部分も見てください。まあ、非常に綺麗ですよね。緑色も濃いですし、こう葉っぱがね、内側に曲がるとか上に反るとか、そういうこともない、あの非常にいい状態かなと思います。それからね、こう大きく広がった葉っぱも非常に綺麗ですよね。で、横のサイズも非常に大きいです。はい、それからもうちょっと下のね、葉っぱを見てみると、下の葉っぱの方がこうより大きいですよね。はい、こんな感じに立派に大きく広がっています。はい、それからですね、こちらはもう実がなっていまして、こんな風に大きな大玉トマトが何個もなってます。はい、次のね、花房もこんな風になってます。それからミニトマトもね、こんな風になってます。こっちもこんな感じです。ミニトマトがたくさんついています。で、次の段も順調ですね。はい、こんな風に次の段ももうできてます。はい、あ、それからですね、これちょっとたまに起きるんですけれども、花房の先端、この実がなっているところの先端からこう脇芽みたいなね、成長点が発生します。これはね、たまに起きます。特にですね、肥料分が多いとこのようなのが発生しやすくなります。これも一つ指標になるかもしれません。はい、それからこの株もかなりね、大きく育っていますね。もう茎の太さが非常に太いです。で、葉っぱもかなり大きく育っています。はい、なので畑で育てているトマトの状態はこんな感じです。この状態とですね、ビニールハウスの中で育てているトマトの状態、比較してみましょう。はい、というわけでですね、畑で育てているトマトはあのような状態でした。では次にですね、こちらのビニールハウスの中で育てている肥料切れの状態のトマトをちょっとお見せします。はい、まずですね、この成長点付近を見てみてください。葉っぱの状態はこんな感じです。こうちょっと葉っぱが上に反り返っているのがわかるでしょうか。上に向かって反り返っていますよね。これが一つ肥料切れの特徴です。船のような形になるというふうにも言われています。あとは葉っぱの色ですね。葉っぱの色にも注目してみてください。ちょっとね、カメラ越しだと実際の色とは見え方が違ったりするのでなかなか難しいんですけれども、こちらはですね、かなり薄い緑色をしています。はい、それからこう株全体を見てみると、やはりですね、葉っぱの大きさがかなり小さいですね。それから背丈はなかなか高いんですけれども、葉っぱが小さいので非常にですね、こう横の広がりがないように見えます。雨が強く降ってきたので、ちょっとそちらの音が入ってしまうかもしれません。すみません。はい、それからこちらの株の葉っぱの大きさちょっと見てみると、ここの部分はですね、葉っぱが小さいですね。で、この辺りになると少し葉っぱが大きくなります。
植える時に使った元肥の影響でですね、この辺りの葉っぱはちょっと大きくなりました。しかしその後ですね、その元肥の効果が切れたことで、その後の葉っぱはまた小さくなってしまったと、そのような感じになっています。はい、こちらの葉っぱも分かりやすいですね。かなり色が薄くて小さくなっています。それから葉っぱがですね、やはりこう上に反り返るような形をしています。はい、では次にですね、このトマトの栄養診断というものをしてみたいと思います。栄養診断というのはですね、こちらのトマトのある数値を測定することで、肥料分が足りているのか足りていないのかを判断するという方法です。これについては別の動画でも紹介したことがあるんですけれども、今回はですね、こちらのトマトを使ってやってみたいと思います。その時のやり方はですね、こちらの一番先端部分にある成長点から15センチ下の部分の茎の直径を測ります。ここの直径が1センチから 1.2 センチですと、栄養状態は良いということになります。逆に1センチよりも小さい場合には栄養不足、肥料不足ということになります。逆に 1.2 センチよりも太い場合には肥料が多すぎる、肥料過多と、そのような状態になります。なのでここの成長点から15センチ下の茎の太さをこれから測定します。測定にはこのようなメジャーを使います。100円ショップなどで売っているもので十分です。では1株ずつ測っていきます。まず成長点というのは、この茎の一番高い位置にある芽の部分です。そこから15センチ下のポイントをまずは見つけましょう。はい、この株の場合には15センチ下はこのポイントでした。ではこのポイントの茎の直径を測ります。正確に測りたい場合にはノギスを使った方がいいんですけれども、今回はメジャーを使って簡易的に測定します。はい、こちらの直径はですね、およそ 0.4 センチでした。では同じようにこちらも測定します。はい、こちらも直径が 0.4 センチでした。ではこちらの株も測定します。はい、こちらの株もですね、直径は 0.4 センチです。ではこちらの株も測定します。はい、こちらの株は直径が 0.7 センチでした。はい、というわけでですね、どの株も成長点から15センチ下の茎の直径が1センチから 1.2 センチの間には収まっていなかったので、こちらの株は肥料が足りていない状態、栄養不足の状態であるというふうに考えられます。では次はですね、栄養成長と生殖成長のバランスを見るやり方、そちらをご紹介したいと思います。まずはですね、栄養成長と生殖成長という言葉、こちらをですね、簡単にご説明します。栄養成長というのは葉っぱや茎が成長することです。生殖成長というのは花や実が成長することです。トマトはですね、葉っぱを作りながら花を作って実を収穫します。で、実を収穫しながらまた新しい葉っぱを作って実を収穫してというふうに成長します。このようにですね、葉っぱの成長と花や実の成長、この両方のバランスを取ることが非常に大切になります。葉っぱばかり成長してしまうと実が収穫できなくなりますし、実ばかりを収穫してしまうと今度は葉っぱの生育が衰えてしまって味が悪くなったりとか、その後に急にですね、収穫できなくなったりします。なのでこの栄養成長と生殖成長のバランスというものが非常に大切です。今回は簡単な方法で栄養成長と生殖成長のバランスを見る方法をご紹介します。それはですね、ここに咲いている花房の中の一番最初に咲いた花が咲いている位置がこちらの成長点から何センチの長さにあるのか、そこを見るという方法です。この栄養成長と生殖成長がちょうど良いバランスの時には、この一つの花房で一番最初の花が咲いた時のこの花房の高さというのは、この成長点から見てだいたい10センチから15センチの高さに入っています。これがもっと短い場合、成長点から10センチ以内で花房の中の一番最初の花が咲いてしまった場合には、この株の栄養バランスは生殖成長に傾いていると、そのように考えられます。逆にですね、この花房の一番最初に咲いた花が咲いた時の花房の位置が15センチよりも下になっている場合には、この株は栄養成長に傾いていると、そのように考えられます。では早速ですね、こちらの株を使って栄養成長と生殖成長のバランスをちょっと見てみたいと思います。まずこちらの株を使います。今こちらの株はですね、一番上に新しい花房が出ています。
ただそれはつぼみの状態なのでまだ花が咲いていません。なのでこの位置は測定しません。その下にですね、ここに新しい花房ができています。ここの花房に関して言うと花が今2つ咲いています。本来は一番最初の花が咲いた段階で測定したいんですけれども、仕方がないので2番目の花が咲いた状態、そこでですね今回測定してみたいと思います。ではメジャーを使って測ります。この一番先端部分にある成長点の部分からその花が咲いた花房の付け根まで、その距離を測定してみます。そうすると 8.5 センチ、こちらの株は 8.5 センチでした。次にこちらの株を使います。こちらの株も一番上に新しいつぼみが発生しています。ただしこちらは全てがつぼみでまだ花が一つも咲いていないのでこちらは測定しません。その次の花房を見てみると、ここに花房がありまして花が一つだけ咲いています。なのでこの花房の付け根から成長点までの距離を測定します。はい、これは 4.5 センチです。成長点から一番最初の花が咲いた花房の付け根までの距離が 4.5 センチでした。では次はこちらを測定します。はい、こちらは5センチです。では次にこちらの株を測定します。それからこちらの株に関しては花房の中で3つの花が咲いてしまっているんですけれども、仕方がないのでそれを測定してみます。はい、3つの花が咲いたこちらの花房、成長点からの距離は12センチでした。はい、というわけでですね、3つの花が咲いてしまったこちらの株を抜かすとですね、どの株もその花房の第1花が咲いた時の花房の位置というのは成長点から見て10センチ以内だったんですね。なのでこちらにある株というのは栄養成長と生殖成長のバランスでいうと良い状態ではなくて、より生殖成長に傾いてしまっている状態、そのように考えられます。でこのバランスはですね、どのように変化するかといいますと、肥料が多いとき、その場合も栄養成長が強くなりやすいです。それからですね、肥料切れを起こしたときには生殖成長が強くなりやすくなります。はい、というわけでですね、まとめると、まずこちらにある株というのは株の栄養状態を考えてみると肥料不足の状態です。かつ栄養成長と生殖成長のバランスで見ると生殖成長の方が勝っている、そのような状態だと分かりました。はい、それではこちらの株の栄養状態の改善として、まずですね、追肥を行いたいと思います。追肥としてこちらの IB 肥料というものを使います。これは肥料の割合がですね、10対10対10対1の割合で入っています。なので窒素 10%、 リン酸 10%、 カリ 10%、 クド 1% という割合です。今回はですね、1株あたり窒素で 1g 分を施用しようかなと思っているので、なので1株あたり 10g のこちらの肥料を使おうと思います。 10g の肥料を与えますと、そのうちの 10% が窒素なので 10×0.1 で 1g と、そのようになります。それからですね、このように肥料分が多い肥料をまとめてですね、株元に施用してしまうと一気に肥料分が溶け出して少しですね、根に障害を与える可能性があります。なのでこのような強い肥料を与えるときには株元から少し離した位置に何箇所かに分けて入れるようにしてください。では実際に追肥をしてみます。はい、では追肥を行いたいと思います。今ですね、ドリップをこの株元に設置しているんですけれども、ここにもですね、ちょっとドリップをつけたいと思います。はい、今両端にもちょっと穴を開けたので、ここと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 5箇所にですね、分散させて肥料を与えたいと思います。2株なので2株合わせて 20g 与えたいと思っています。で5箇所穴があるので、なので1箇所だいたい 4g ぐらいです。でこちらの IB 肥料というのは1粒がだいたい 1g ぐらいなので、1箇所に4粒ずつ入れていこうと思います。本来はですね、このような袋栽培というのは液肥を使って栽培をするので、このように固形肥料というのはあまり使わないんですけれども、今回のシステムはですね、ちょっと液肥を使っていないので、このようにちょっと穴を開けてやろうと思います。本来はこのようにね、穴を開けるということはしません。はい、ではこのような肥料を入れていきます。はい、これで OK です。
はい、もう一つの袋も同じように与えます。こうするとですね、ここからですね1日2回水が出てきます。で、水が出てくるたびにですね少しずつ肥料分が溶けていって、こちらのね根っこから植物に吸収されるということになります。それから両端の部分に関して言うと、こうじっくりですね横から染み込んだ水が、たどり着いて少し溶けていくという感じです。なので溶け方としたらこっちのね中央の3つの方が早く溶けると思います。ただ両脇のものに関しても横からですね少しずつ水が染みていきますので、ゆっくりですね溶けていくはずです。それからこちらの IB 肥料に関して言うと、肥料の効く期間というのがおよそ1ヶ月というふうに言われているので、このような追肥を1ヶ月おきにやっていきます。その時にですね何も考えずに決まった量の追肥を行ってもいいんですけれども、できればですね先ほど行ったような栄養診断を行っていただいて、その株の状態に合わせた肥料の量を与えるようにしてください。例えば茎の太さが非常に太い場合には追肥は必要ないかもしれません。はい、では次にですねハウスのトマトと同じように成長点から15センチ下の茎の太さ、それからですね第1花が咲いた花房の成長点からの距離、そちらをですね測ってみたいと思います。ではまずは茎の太さから測っていきます。はい、こちらの株の茎の太さは 1.1 センチでした。はい、こちらの株の茎の太さも 1.1 センチです。はい、こちらの株の茎の太さは1センチです。はい、こちらの株の茎の太さは 1.2 センチです。なのでこのあたりのトマトの茎の太さを調べてみると、1センチから 1.2 センチの間ぐらいだということが分かりました。成長点から15センチ下の茎の太さが1センチから 1.2 センチぐらいの間に入っていますので、栄養状態は非常に良いと思います。では次はですね栄養成長と生殖成長のバランスを見るために第1花が咲いた花房の位置をですね成長点からの距離で測ってみたいと思います。ちょっとこちらの株はですね第1花が咲いた状態の花房がないので、ちょっと測定はやめておきます。ここにですね第2花が咲き始めたぐらいの花房があるので、ちょっとこれを測ってみます。はい、こちらはですね21センチです。この株も21センチです。この株は19センチです。今こちらにあるのは第2花もしくは第3花が咲き始めたものなので、実際ですね第1花の時にはもう少し高い位置にあったかなと思います。それでもですね少しこの第1花が咲く位置は下目だったかもしれません。そう考えると栄養成長と生殖成長のバランスで考えてみると、少し栄養成長側に傾いているかなと思います。その原因の一つとして肥料分が多いというのが挙げられます。はい、このようにですねこうビニールハウスの中のトマトと畑で育てているトマトでは非常にですね生育状態が違っています。まず栄養状態で言いますと、こちらの畑のトマトは栄養状態は今いい状態です。ビニールハウスのトマトは肥料不足の状態です。それから栄養成長と生殖成長のバランスで考えると、こちらの畑のトマトはやや栄養成長側に傾いていて、ビニールハウスのトマトは生殖成長側に傾いていると、そのような結果になりました。はい、というわけで今回はですねトマトの栄養診断のやり方をご紹介しました。トマトはたくさんの肥料を消費する野菜ですので、栄養診断をしながらうまく追肥をしてあげていってください。では今回の動画面白かった、役に立ったと思ったらぜひねよろしくお願いします。それから質問や動画のリクエストは下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園に関係する動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。